おはようございます。本当にね、幼児がたくさんいて、もう至福の時間でございます。ありがとうございます。ただこうや今すっげえ罪悪感に苛まやされてます。なんて言ってないのかな、本当に乱すわけにはいかないんで、ささっと。ということで、本日1月の27日、東京都五反田にあります、ビートレックマーメイド五反田店で、本日は開示を打っております。すでに実践中で、ほんとね、高尾さんの台って、心霊で 5% とか 10% の演出が刺さるんですよ。実際刺しました。はい。それの上で、開示予告とか共演室からバシッと当たることもあるし、とってもね、バランスがいいんで、もっと売れてもおかしくないメーカーさんだと思うんですけどね。うん、開示が広まってほしい。そんな回になると思うんで、よろしくお願いします。では、実践開始まで、ドキトマシ。でね、坊やがずっと見てた。手振りたかったけど、触れなかった。でもね、僕は遠くから眺めるしかできない、子供を。うん。ちょっと一人ぐらいさらっと。さあ元気に打っていきましょう。カイジ沼5、高尾さんのね、伝統シリーズのカイジ君でございます。ということで、まずスペックから319分の1、フラッシュ突入率が 75% あります。で、 75% のうち 1.5% はレインボーゾーンという、次回までの ST 状態になる実質連チャンもいただきな振り分けが 1.5% だけ存在で、この台通常あたりにも実は恩恵がありまして、時短とかはつかないんですけど、通常あたりの方は目視録ゾーンというものに入って、その目視録ゾーンは30回転継続、30回転だけです。ただし、その目視録ゾーンでは大当たりを319分の1、 CZ でも319分の1を取ったら、ミココ登場。これが面白いですよ。ミココクルンリーチ、特殊クルンリーチで信頼度は 5% ほどですが、当たるときにそこそこ選ばれます。現実的に当たるんですよこれ。しかも基本的に予告に影響されにくい。あと継がないのも注目かな。で、青い球がクルンに先に入れば当たり。ガルちょっとちょっといやね、これマジ面白い。ダメでしたね、ペタッつって。ただ球の動き見てると、本当に青い球が先に入るような軌道を見せるんですよ。で、本当に入るんです、あれ。あれね、実際実写で何度も撮ってるはず。だから本当に球の動きがガチなんで、めっちゃ面白い。ね、普通 5% って言うと、ね、当たらないじゃないですか。でもね、当たりに絡む演出の 5%。純粋に本当に 5% あるんで、面白いですよ。ね、スペック続きなんですけど、目視録モードを、通常あたりの後に入る目視録モードは、通常あたり319分の1で抽選。その上プラス、正時短も319分の1で抽選しているので、合算で159分の1でどちらかに当選します。30回転。で、見事当選すると、トータルのラッシュ突入率が 87.5% にジャンプアップします。さらに恩恵として、ラッシュが取れたらレインボーゾーンに入る。素晴らしいですね。でも、159分の1、30回転なんてしょぼいでしょって思うでしょ？現実的に引けます。実際今、引ける期待としては 17% ほどあるんで、6回に1回ぐらいはどちらかを引ける計算になりますね。だからバカにできないです。ね、通常あたりで、まあ大体出玉400個なので、まあその出玉でまあ回せるかなぐらいの回数だしね、絶妙ですね。で、見事 ST に入った場合、ST 中の当たり確率が約 59.7分の1、 ST の回数は77回、プラス残放量4回転、トータルの継続率は 81%。 ただし特図2の振り分け見てもらえば分かる通り、約4分の1がレインボーゾーンの大当たり、レインボーゾーンに行く大当たりになって、要は実質次回までなんですよ。これを含めた継続期待度 81% なので、レインボーゾーンに入らなかった場合の継続期待で約 75% です。だからその継続率が 75% で、そこでいかに次回までのレインボーゾーンの4分の1をぶっ刺すかっていう台になってます。で、右の出玉はオール1500個です。次にカスタムなんですけども、おすすめと先読みチャンス、シンプル、プレミアてんこ盛りってあります。で、先読みチャンスなんだけど、どうやら先読み出ないらしいんですよね。なかなか井上ライターさんに話聞いたところ、本当に先読みが出ねえって話で、
で僕おそらくなんだけど、この先読みチャンスモード先読み出たら当たりなんじゃないかって、前作の開示、あの土下座役ものがあった開示だと先読みチャンスモードにして先読み出たら当たりだったんですよね。だから先読み出たら当たりの可能性もありますが、外れたらごめんなさい。ただ期待度が高いのは間違いないです。シンプルモードにすると予告の発生頻度が下がります。よりリーチ重視型になります。この台の肝となるのが名勝負クルンリーチって言って、まあ実写クルンリーチなんですけど、背景でいろいろ切り替えられるんです。今沼です。沼クルン、じゃんけんクルンにするとここのクルンがじゃんけんになります。でグーチョキパーがあって、まあ船井が例えばグーを出してたらこちらがパーを出せば当たりじゃないですか。5割ちょっと、あ、これシンプルモード状態か。シンプルモードになってるよね。もう今カスタム説明してたから、で準備中じゃないからシンプルモードですね。リーチライン赤だとチャンスです。でリーチ後ボタンができれば、うわぁ、開示一服、開示一服、四大注目演出の一つです。トータルの開示一服のトータル信頼 67% ほどで、今限定じゃんけんにしたんで、限定じゃんけんでいきなりクルーン勝負が始まって、ハズレ穴に入った後悔しい悔しいから後半発展することもあるし、このようにグーを集めるで6枚集めたら後半っていう2つのパターンがを確認してます。今回はこっちのパターンでしたね。で僕限定じゃんけん超好きなんですよ。これ多分ねトップ3に入る人気だと思いますね。カイジの原作が受けたのが絶対これ、じゃんけんがすげえ面白かったからだと思う。で大本命トータル信頼度は 32% でございます。で確認してるチャンスアップがこのクルーンのやつが赤で、じゃんけんの場合はおっしゃー、でじゃんけんの場合ね、多分ね他のやつだとチャンスアップがあったりするので、こいつのチャンスアップはまだ見てないんですよ。グーチョキパーの3つの穴しか。ただもしかしたらグーが2つってパターンがあったりするかもしれないです。そこは分からないですけど、ただ今のもやっぱ予告が強かったからってのがありますね。開示予告も出てたし、だからこれ予告重視のシンプルでやった方が面白いかもしれない。はい、最終決戦ボーナス早い。さあ 75% で、でこれが面白いんすよ。でここのクルーンにあの穴に玉が入ればラッシュでございます。で60しか確認できてないですね。必ず60なんじゃないかなって。もし他の数字見たことある人いたら教えてください。でバシ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 あのクルーンに玉が入ってくるんですけど、ちょっと上にラウンド数あるんですよね。ちょっと早く早く早く、え、玉が全然来ねえんだけど、おい射出しろ射出しろ、おいちょっと待て、おい全然来ねえんだけど、あれストップされたんだけど、おいちょっと待って何これ、うっそじゃいけない通常、やばい、こんなパターンあんだ。俺いつもねクルーンにすげえ玉が入ったんすよ。あれでもなんで黒い玉、おお今なんか変な黒い玉あったね。やっとラッシュ。普通はねあのラッシュここで玉が5とか5個とか6個とかクルーンの中に入って、え何これ当たっ入って当然じゃないってパターンになるんですよ。今マジでびっくりした。あんな1錠がストップするなんて初めて見たから、死んだかなと思ったよ。これ本当面白いっすよ。決戦の時は近い、準備はいいか。準備はできました。いやー高尾さん、いや本当にで、うんぷてんぷとスーパー沼ラッシュで5回大当たり解放するあれラッシュがあります。これまだ見てないんですよね。うんぷてんぷラッシュでいきましょうか。何をしてるんですか会社。ジャイロ技研のジャイロです。はい、ということで ST 入りました。まずこのモードは文字を3つ揃えれば当たりでございます。で ST 残り61回転までが高速ゾーンです。でね、僕こっちよりも実はもう一つのモードの方が面白いと思ってます。今なんかプッシュ光ったね。おー当たった、よっしゃ。でレインボー7だったらレインボーゾーンの大当たりがの
リンボーゾーン大当たりの方向になります。で今回は単なる10ラウンドの1500発大当たりですけど、実はまだレインボーゾーン大当たりの可能性が残ってます。次回までの潜ることあるんですよね。こいつ ST の後半で告知したり、 ST 終了と見せかけて実はレインボーで次回まででしたっていう告知が入ることもあるようです。ただ薄いんじゃないかなって。もともと 25% な、次回までの振り分けは 25% なんですよね。でそこでさらに潜らせることってそんなにはしないと思うので、基本的にはレインボー7が揃って次回までを先に告知してくれるかと思います。だからこの時点では基本的にはもうやべえと思っててください。やべえじゃない、次回までじゃないと。ただ1可能性はゼロじゃないってことだけ、次回までのね。で今のように図柄を揃えたら当たりになります。じゃあスーパー沼ラッシュ1乗にしてみましょう。こっちの方がね実は面白いんですよ。ここでこっちの方が俺は刺さった。でこれが光れば当たりで、 沼ランプが光ってもいいです。いきなりランプがレインボーに光ることもあります。おい沼光れや、紫ランプ停止でダメです。あダメくせ、なんか当たる気がしね。いやダメか一条くん。はい、ということで後半戦いってみましょう。で早いっす、今日スルスルに何にも起きないんで、できればなんか起きてほしい。で保留は変わればチャンスです。青保留でも 18% 白クルーン保留でも 17% あります。で青クルーンとか色がついちゃえばもうその時点で大チャンス。青クルーンでも 70% を超えて、赤保留は 90% 超えます。でちょっと、ま、やばいっすやばいっすやばいっす。おポコったポコったポコってるポコってるポコってる。あ青保留入ってる。でもテンパイテンパイテンパるのはまず大事、マジテンパイ違う。これ保留レッスンじゃない。で CG クルーン約 50% よっしゃー、超楽しいんですけど。え、レインボー 7? 違うか。あぶね、弾飛んだ。今弾突きしやがった。怖かった怖かった。これもう多分大丈夫だと思うけど、今ハンドルから手離していきなり右に回したらちょっと弾突き起こしたんですよ。怖いんでハンドルは常に右に回した状態で握っててください。でウェイトボタンで弾を止めてると、でそうすると弾突きせずにしっかり右打ちできるんで。で今の台ってパンクすることがあるんで、現実的に昔の台よりも。ラッシュ中はまず一つ目、理解するまでハンドルから打ち出しを止めないこと。ここもほとんど丸飲みなんでこれも減りません。二つ目、ハンドルから手を離さずウェイトボタンで打ち出しを止めておくこと。特にサミーさんの台は危ないです。ウェイトボタンで止めないといきなり右にギュッてやると玉突きするんで、この二つは心がけてください今ね。さあこれで3セット。さあ一条勝負。はい、おいし、あ、面白い。おい沼フラッシュ、なんか光る気がするんだけど、マジであかんか、あかんのか、あかんのか。でもね、俺こっちの方が好きですね。さあ後半戦、でも後半戦も本当に早いからこれ。あ、つうかさっきついてた青堀は外れか。で楽曲もいろいろありますね。人に優しくとかね、できればね情熱マナとかのね、トレイントレインとか行きたいんだけど、いやートレイントレインなのかな。ちょっとだけ歌おう。に向かって走るあの列車に乗ってと言ったらリーチになった、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 リーチになった。さあどこ行く、さあどこ行く、さあどこ行く。ドン、おおいリーチになった、リーチになった、ノーマルリーチ。ドン、面白いこいつぶちかぶろ。ただあのね、多分これあのファーストインプレッションですげえ評価変わると思います。通常時もな、基本な何も起きなかったりするんですよ。で変なので当たるのを経験するとか、例えばミココのクルーンとかね、あとは歴代怪人沼リーチもあるんですけど、前作同様そこら辺で当たるとか、そういうのも経験しつつ、右打ち中にやっぱラッシュの当たりを何回か経験しないと何にも起きねえじゃんこれ、つまんねってなりやすい。ただねこれね、俺化けると思うんだけどね。まずラッシュ突入率 75% って高いし、入んなくても30回転のチャンスゾーンがある。もちろんラッシュの継続率は素だと 75% ってそんな高くないけど、突入率がそもそも高めに設定されてるので打ちやすい。実質次回までの振り分けもあるんで、まあ要は3000とと捉えてもいいよね。結構穴じゃないかなって思ってますね。あ、ちょっと彼よ、こっちでの面白さを教えたいんだ俺は。さあ扉が閉まれば、あって扉閉まって閉まって
しまった、おっしゃ、じゃんけんだ。で、17分が、あ、2つパターンあるんだね、やっぱ。俺初めて見たけど、ここであるってことは通常時もこのチャンスアップパターンある。パオ、おし、名勝負クルーンは発展した時点で 50% を超えます。一番信頼度が低いのが17分なんですけど、それでも 52.9%。 一つだけ強いのがワンポーカーで、ワンポーカーは 76% あります。ワンポーカーが一番熱くて、その次が鉄骨ですね。ただ鉄骨が 59%、 17分でも約 53% あるんで、ワンポーカーだけ抜けてチャンスで、他の限定じゃんけんはどれも 53% から 59% で、そんなに大差ないと覚えててください。沼出しとく。あ、沼いかんと、沼いかんと。よっしゃ、メモロード。やった、あれが面白いですよ。たまんねえ、あのペカリが。なんだよ、目そらした瞬間、一条くんよ。あ、言う？うわ、いかんと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 、やった。やった。レインボー7来ないな。やべえ、モード変えなきゃ、ライブ放送やった、ーモード変えなきゃね。よく考えたら、でここではめたいで、今いい感じで当たり引けちゃってるんで、ちょっとここで一旦ジャイロ一服予告を出したいと思います。はい、ギャラいくらかな、押してみろ。さあ、これは次回までなんでね、ここでね、しっかりはめたい。エロいよな、結構好きなんすよね。夜とか激しそうだし、超タイプなんだよ。チンコも立ってます。ワンセット得した気になるんで、大体 75% 継続っていうと4セット分なんですけど、もう4セット もらえるんじゃねみたいな、ちょっと伝えに行くけど、あとはここで帳尻合わせしたいね。ここまで結構早めに当たってくれたから、いい子だね君から、ければだからいい子だね。だからここはめようね。うん、3000ぐらい、3000ハマった、大丈夫か。1回転 1秒ちょいだから、3000ハマっても1時間で済む。3000ぐらいはめていいよ。無理だけど、60倍ハマりはまず無理。あ、50倍か。現実的にはめられるのって、だいたい3倍ぐらいですね。4倍超えるのはちょっとむずい。いや、倍はめるの結構実は難しいんですよね。狙ってね。まあ、この間バルブレイブの次回までの時短で、1910はめてやりましたけど、もっとつわものいましたね、コメントで。3000はめたいなと思ったら4000はめたい人いてビビった。おお、気づいたら80回転超えてた。あ、当たった、ナイス。これ戻ってどう変えんだっけ、前半の。あ、決定されちゃった。すいません、また1条です。また1条です。すいません。ね、ほんと当たんないときは何事もなく駆け抜けるんで、それをね、連発で食らうと嫌になると思います、この台。なんかそれが起こりそうな気がする。だからなんか起これば、おっ、おい、なんだ今の。お前ちょっと待って、扉煽ったのこれ、あれ、叫びか、あれ。もう扉がね、ちょっと閉まったり、なんか動きあるだけでワクワクしますね。やべ、本当に抜けんじゃねえのこれ。ちょっと待ってください、何かリーチ来てください。で、テンパったら基本的に期待度は高い台なので、何事もなく終わることがやっぱ多い。おっと、め遠い。青保留、青保留、一応18%、一応18%。やった、テンパんねー。だからテンパったらもっと強いんだろうね、青保留は。赤保留なら 90% あるんだけど、クルー保留、あ、しまっ、しまっ、あおり来い。お楽しみ。ちょ、87回転はめた後に落ちるのか、お前は。おお、しまれ、しまれ、しまれ、残り1でしまって、しまって、嘘だろ、お前。あれだけでワクワクするんだって、扉閉まろうとするだけで。で、これがザン保留演出で、前作の怪人にあった土下座役者が、
でしっかり掘り埋めといてください。でもう掘り埋めたんで、まあ土下座役場の今回はないんですけどね、液晶でやります。赤い玉だったらチャンスだけど多分銀玉じゃない、銀ですね。おい惜しくもなんともねえんだけど今のタイミング全く惜しくもなくても なんともなかったね。こうやってのけぞってるし、おい土下座しようとする前に、さあダメかな、ザンホリまだ生きてるみたいだけど、あかん。でこれが一連の流れでございます。で今のように ST 中抜けるときはあんな感じで何にも来ないまま、ちょっと青保留でにぎやかしが来たぐるするぐらいか。ただあの扉が閉まろうとして、閉まれば発展で、閉まったら名勝負クルンリーチで最低でも 53% あるんで、扉さえ閉まれば、しかも保留変化とか伴わずに扉閉まるんでね、ねぎびき。ギャラいくらかな、次これ固定でいこうかなと思うんだけど、 E カードは原作通り、 E カードって皇帝と奴隷のカードがあって、皇帝の方が有利なんですよ。で今真ん中の赤い穴だけ当たりじゃないですか、これが奴隷を指定されたら真ん中だけが当たりになります。皇帝になったら当たりが4つに増える。だから この場合本当皇帝が選ばれたら熱い、だからチャンスアップがものすごく強いクルーンだと思われるんですよね、このクルーン。ただこのクルーンで当ててないから、当たるとき奴隷がどれぐらい選ばれるかの割合が分かってない。皇帝が選ばれた時の信頼度がちょっと分からないんで、どうなのかなと思うけど、あ相当熱いんじゃない、見た目通りだったら。だって5分の4で当たりだから 80% になってくれておかしくないしね。で後で説明をたらこれいきますね。次マージャン17分、これは文字通りあの待ってる牌をの穴に弾が入ったら当たりです。原作でも割と好きだけどね、ただ割と強引な勝ち方っていうかな、リアルだとちょっとうまくいきすぎな勝ち方はします。でもえあっさりみたいな感じの決着の、えあこれで勝っていうな、もっとねずっと引っ張るかと思ったら、意外な勝敗の決着の仕方したのはこれですね。はい次がワンポーカー、これが兵道和孝、多分ラスボスになると思うんですよ兵道和孝って。帝愛グループの会長カイジが負けてます、強いっすよあれ。あいつと勝負して物語終わると思うんだけど、俺が生きてる間に決着がつくのか。でワンポーカーか、兵道和孝の息子カズヤと戦うんですけど、まず原作の話をすると、別にお前カズヤと戦う必要なかったろって、もう何億って金手にしたから、もう遊びのギャンブルだけにしとけよと思うんだけど、カイジまた全額行くのよ、アホなのかと。本当にいいだろ数億持ってりゃ。で、まあ、カズヤと戦うんだけど、このライフってのがあるのね。で、このライフで、外れ穴塞いでいくんですよ。だから、ライフが多ければ多いほど信頼度がアップ。これ、鉄骨あたりね。鉄骨あたりをくるんで、示してます。で、あそこの穴に入れば当たり。これ、チャンスアップない、あるのかな？これ、わかんないんだよね。で、監視カメラ背景にすると、ランダムになります。どこが選ばれるかわからない。ということで、あ、ちょっと鉄骨、それぞれ1回ずつ見せてみようか、クルーン。いやでもちょっとごめん、やっぱり1回いいカードやし。で次にあの保留変化なんだけど、違和感保留が存在して、ウンプテンプって文字があるじゃないですか、運の文字が運じゃなくなって連になってることがあります。火はアンズの文字になります。で天の文字は何になるかっていうと、あちょうど入ってないっすお前、ここが飛び出して夫になります。ウンプテンプのプは武力の武になりますね。ウンプテンプの武だけはすげえわかりやすいです、保4に入った時の違和感保留で武になるんで。ただここのウンプテンまでは結構ボケット打ってると気づけないかもしれない。お分かりいただけただろうか。沼くるん、じゃんけんクリーンにすると心くん、じゃんけんクリーンにすると心くん、うんこだな、ポケット打ってると気づけないかもしれない。そう、あ、今保留やつになった。だからこのテンプ、うんぷテンプのフは武力のブ、これ天は夫になります、アンズになります、レンになります。
ね、福本信之先生、今でこそ超有名でいろんな連載抱えてますけど、この怪事が始まるまでは無名でした。で、怪事が始まったのは1996年、もう最初からめちゃくちゃ人気でめちゃくちゃ面白いっつって、で最初の話がじゃんけんだったんですよ。僕もお気に入りの一つです。じゃんけんの何が面白いかって、もちろん船井との勝負もそうなんだけど、僕はね、あのパーを買い占めた3人グループがいたんですよ。あの3人をね倒した時が一番来たね。3人組が何最後の1枚勝負してしようぜって言ってきて、カイジたちに喧嘩売ってくるのよ。でカイジはそれに乗っかるんだけど、他2人がやめましょうっていう中、カイジが無理やり勝負に行くのね。でもカイジは勝算があったのよ。で相手のリーダーがカードを出した瞬間に、リーダーが嫌な予感を指してやべえ予感がするって言った時に、カイジがその予感当たってるぜっつって、そっから今余ってるカードパーだろ、だから俺はチョキを出すって、チョキ出して勝つんですよ。あそこがね、じゃんけん勝負で一番好きですね。面白かったです。僕トップ1位でも何かな、でもじゃんけんかな。 E カードも超好きで、ワンポーカーも大好き。この3つかな。おワイン酒もこれちょっと気持ち悪いですよね、演出的に。で実際あるんですよ、赤ワインをクロックたちに飲み込ます。行くかな、長いし。あ、行ったね。これもまあ特殊ルートにはなるんですけど、トータル信頼ではそんなに高くないです。これがね気持ち悪いんだよね、飲み補正がこれはね。でね、飲み干せないじゃない今回。飲み干せ、ああ飲み干した。しかも8秒も残った。はいはい、入る。ああやばいやばい、1秒以上。ああ、やったー。うわ実は後半安定したの。え、うわ、お前素直に入ってくれよ。でもあんなので当たるんだよ本当に。これは、面白いですよこいつ。通常ヒッ、いや復活だったらさすがにラッシュじゃねえっつか、75%あるし。まあ60個しかないと思うこの弾数は。そこにチャンスアップあったらあまし面白くないしね。そもそろ、お、一発しか来ねえんだけど、おいもっと来いよ。おい2発、追撃、おい追撃で、弾入れるごとに一発ずつ弾が来るんですよ。でこっちのルート来たら追撃で、 ST 入るときって8個ぐらいね追撃するの。もっと固まると、マジで通常、いやおいちょっと待ってよ、入れ、やばいやばいやばい、あと30発しかね、あやべ、え、もっと来るじゃん、いつも。弾、もっと追撃するじゃん、あんた。おちょ、よっしゃ。あー、でも2発しか来るに、これマジで通常癖。おちょ、待って。はい、これ、ギリギリ行くか、ギリギリ行く、ギリギリ行く、ギリギリ行く。ああ、ああ。で、最後これで、沼は、よっしゃ。ボタンを押して沼が、沼ランプが白く発光すると、泣きの一球で、そのまま入ります。このパターンも割とあります。よかった ST だよ。じゃあさっきはあのずっとこっちにしてたんで、あ、つかこれやってなかったね。これね、モード変えるのどこでどのタイミングか分かりづらくて。はい、言い訳タイム終了。テイムプテンプラッシュ。あ、扉閉まって、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 おっしゃ、おっしゃ、もうこれだけで5割強あるから。あ、鉄骨はこうなるんだ。鉄骨はね、初めて見る、こうなるんですね。あ、1個死んだ、おっしゃ。あの鉄骨のあの橋を渡った瞬間、すっげえぞ、脳汁出るね。
アホリだアホリだ、あアホリ2つも来た、お情報あります。そん欲望ゾーン、嘘だ、いくつだったっけ欲望ゾーン、あ欲望で 35% だ、おっしゃしまった、沼だ沼だ沼だ、うわクルーンが赤いチャンスだ、確かいやこれチャンスアップなはず、普段は白いはずだから頼むで、玉1個だけど、おいちょっとヤバくないその勢い、やばいやばい、ええこれ外れじゃない外れじゃない、勢い的にいつも赤だっけ、いやチャンスアップだろこれどう考えても、マジかよ、おギロチン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 、2落ち3だし落ちてくれない、落ちよっしゃー落ちたー、扉扉閉まって閉まって閉まって、もうこれだけで楽しい、おっしゃ限定じゃんけん下から2番目だったかな、でも気にしないでください、ワンポーカー以外は 53% から 59%、 あ賞金2つ、 ST 中必ずこうなってんのかな、ってかこれグイッチ、あこれ当たったわ、多分当たった当たったし当たったし、よっしゃー楽しい、次のラウンドで演出変更ができる、で5連初回含めて5連でいいんだよね、おう目白クラッシュ評度、これはね全く初めて打ちます、ちょっと行ってみましょう、まあグループ打ちさせばいいんでしょこれ、OKOK そういうことか、分かった、今ホゼロに、ホゼロにするとロングエンドで演出が基本起きるようになるんだけど、クルー演出が発生すればチャンスだな、これやばい、なんか抜けちゃうイメージが、あ、青穂ならさ、青穂で青鬼まで行ったらどうなの、行ってくれる、一応来た、鉄骨、あ、2番目か鉄骨、59% ですね、3つあんじゃん、さっき2つで当たったのに、でね、これここにスッて行った瞬間が多分ね、サハラは嘘だろお前、ちょっとちょ、あ、これまた、あー気持ちいい、やっぱサハラとおっちゃん死ぬ、イサワのおっちゃん死んじゃうんだ、おっしゃレインボーゾーン、やったし、かいまるな、気持ちいい、楽しいぞ、楽しい、あー、楽しい、75回転、あれ、同色煽り来てた、あこれで入った、こういうことですね、で、今、同色疑似連で、同色でなんか先読み出てましたね。お、緑同色、熱いか、いっとー、そういうことね、これが多分あの表1条でいきなりランプが変動開始に向かって即当たりするケースですね、でハンドルの赤いボタンを押してると当たってる場合バイブするらしいですね、うわーうわー、本当にした本当にした、今赤いボタンを、ここボタン押してたらレバイブった、だからここ当たりです、びっくりした、紹介したと同時に当たった、引きつー、あ、釘の森か、これが、ま、50スーパー弾球 SP ってやつですね、でさっきの当たりが弾球 SP って言われるので3つあります、すいません、釘の森は一番信頼できるくて、あれ 48% でした、釘の番人が 68% で、1条が出てくる挑発が一番熱いです、こちらが 76% ですね、お、あ、お、赤穂になんねえから、お、扉閉まるんじゃない、閉まって閉まって、基本的、うわ閉まんねえことあるんだ、青堀でも、お、やったパクパク押した、これいったな、当たりもいただけだと思いますね、ボタンポコーンなんで、3人います3人います、おっちゃんに、サハラに、カイジ、まず石田さん死にました、サハラ君死にました、カイジ君が渡り切りました、ありがとうございます、やったー、レインボー7ください、だこれね、なんでレインボー7くださいってか、こいつポッコンしたじゃん、ポッコンだとそうなのかなって、おーおっ、あとあと、そんなパターンあるよ、お、熱い、あ、いったな、
これはいった、うん、よし今フラッシュも良かったしね。扉青、青、扉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 、行って行って行って、ガセルのしちゃったけど行って、よし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 、どこでもいいよもう。ハーク1個しかねえ、どうだこれ。いや、いけるべこの球の軌道、行ったべ、行ったべ、行ったべ、うわ、うわ、ガベ、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 あー楽しす。ダメかまだ24回転まで、なんとかなる。よし、雷ウェクトも2回先読み来てて、え、これ行かない、行かないの。あー、リーチだ、リーチだ、リーチだ、ノーマルリーチ、あ、CG 来る、うわー、マジかよ。おお、なんとかなるかも。雷、雷、青、あ、3じゃん、3じゃん、どうなの、ギロチン5割、5割、5割あるよ、5割あるよ。ここまで2回、17フトを2つ外してるから、いけよ、落ちよ、落ち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 、3でもダメなんだ。あれね、上がると見せかけて落ちてくることあるんで、それ期待したんだけど、3回もリーチ、いや、4回目なんだけど、この、この ST、リーチ、ノーマルリーチ、これさっき当たったんだよな。ノーマルリーチのシナリオはこんなに外れんの、リーチ。やっちゃあ。さあ、まぐれ来ねえかな。普通の球ですね。おいよ、全惜しい、惜しい、惜しい、今のは惜しかった。なんでいつもこうなるんだ。ザンホ当たんねえかな。まだわかんないようなんですよね。でもそもそもがきついかな。残念。ということでスロットの稼働ですけども、もうどこもかしこも席が空いておりません。バルブレイブもバイオ もうスマスロほとんど埋まっております。こちら北斗ももうほぼフルカードというかフルカードですね。でも天然なんか座れないし、乙女も座れない。隣には吉宗、とあるカバネリア、エウレカ、そして鬼武者があるんですけど、こちらもフルカード。はい、ジャグラーももちろんほとんど空いておりません。いやスロットめちゃくちゃ強いな。ジャイロ技研のジャイロです。うわあ、また8秒残った、8秒残った、8秒残った。早く失速して、あ、早い、あ、うわうわうわ、ホイットこんなんで差し入れパワーですね。差し入れも今日いただきました、本当ありがとうございます。これ多分いってる、入るよね君たち。ええ、いや入る、おっしゃいた、 ST です、やめてください。ああ、まあ青い球だよね。あー、早いよ、土下座あげんの。はい、速落ちです。チャレンジ行く、おいっといっと、青フレーだと行くみたいだね。車にしたら何でもいいからくれ、おっ、さあ勝負です。お、え、前半で当たんの。そうだよね、だいたいここの穴に入るんですよ。 OK、 後半あのハゼルなのに悔しいって思えない人はダメ。え、え、今肯定って言った、当たり4つあんじゃん。いいカード始め、おっしゃー、あ、これいったべ、これいったべ、これいったべ、あれでも球の動きやばくない、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 あー、おっ、よっしゃー。で、この ST なんですけど、特に目新しいの出てなかったらリザルトいっちゃって構いません。よろしく頼む。止めろ、止まれ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 、残り10、残り10、止まって、うわやべ、2連続走行中だ。何が ST 中全部カットしていいですよだ。連チャンしなかったじゃねえか。
ぱ普通の球だよね。早いってだからおめでとう、うん、今引っ掛けた、行ったかと思った。ということで開始、実戦終了した、しました。左も右も本当に面白い。やっぱいい意味での高尾クオリティがあって、左はねあのミココとかワインのやつの特殊ルート、これ信頼度低いけど当たるんですよ、本当に占有率持ってます。それでいてしっかり熱い予告や演出もあって、その熱いのが来ればしっかり当たる、退屈感なしでございますね。ミココのね来るんだけど間違ってほしい、マジであれ面白いから。で右もノーマル捕虜でも別に扉さえ煽ってくれればいける、閉まれ閉まれと思うし、とにかく ST 中は何か起きたらおっと思える、これこそ ST だと思うんですよ。ぜひともね、ほんと打ってみてもらいたい。レインボーゾーンって実質3000のも当たりはもあるしね、マジこれダークホースですよ。生かしてほしいね、どの俺も。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで出発のわけがないんだって、流れをつかめないからみんな負ける。これ負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ、手も立ちしないよ、これ来たから。